皆さん、こんにちは。腐女子と呼ばれる女性オタクたちにアイドル的な人気を誇るイケメン声優の江口拓也さん。今回はそんな江口拓也さんに関する生い立ちや暴力団との関わりから歴代彼女や同性疑惑についての話をご紹介しましょう。江口拓也さんが声優を目指そうと思ったのは高校2年生の時。テスト勉強をしていた江口拓也さんは普段勉強中に使っていた CD コンポでラジオが聞けることに気づきます。試しにラジオを流してみると、そこから聞こえてきたのは声優の小野坂雅也さんと清水香織さんのラジオ、雅也香織のラブラブエモーションでした。声優のラジオを初めて聞いた江口拓也さんはそこから興味を持つようになります。当時将来なりたいものが全く浮かばなかった江口拓也さん、とりあえず生きていくためにと考えたのが公務員でした。しかし自分は将来何のために働くのだろうか、どうせなら心の底からやりたいと思うものを仕事にしたいと考え、本格的に声優を目指し始めます。とはいえ生徒会長を務めるような優等生だった江口拓也さんが声優系の専門学校に進学することに対して両親は大反対だったそうで、大学へ進学しないなら学費は出さないと突き放されてしまいました。そのため日本工学院の声優演劇科に進学した後の江口拓也さんは新聞小学生として働きながら学校に通う苦学生となりました。数々の有名声優を輩出している日本工学院ですが、声優になるためには基本的に声優事務所のオーディションを受けて合格をする必要があるそうですね。江口拓也さんも2年生の夏になると声優業界でも大手と呼ばれる81プロデュースのオーディションを受けています。日本中の声優志望者に対して開催された第1回81プロデュースオーディションは1050人もの応募者が殺到する難関だったようですが、江口拓也さんは見事合格者の一人に選ばれることになりました。その後の江口拓也さんは81プロデュースの養成所に通った後、2008年に OVA 新旧聖主伝説北斗の剣と記伝にて声優デビューを果たしております。声優デビュー後の江口拓也さんは女性向けのゲームやアニメでブレイクを果たしており、アイドリッシュセブンの六夜凪役やアンサンブルスターズの響き渡る役など当たり役を次々につかむことになりました。そのためキャラソンで活躍する機会が多い江口拓也さんですが、親しい声優仲間たちと一緒にトリグナルやチームユータク名義でアーティスト活動もしており、幕張メッセイベントホールでライブをするほどの人気を博しています。江口拓也さんは2013年12月6日になるとアクセサリーや洋服を取り扱うペルソナというプライベートブランドを発表したことがありました。しかしながら公式サイトの方で運営統括責任者名宮脇舞子との一文が発見されたことでネット上の祝福ムードが一変してしまうことになります。宮脇舞子さんは舞子名義で歌手や声優として活動していた人物ですが、2007年に起こった後藤組警察情報流出事件にて山口会系暴力団後藤組の元組長後藤忠政さんの愛人との調査資料が流出した黒歴史の持ち主でもありました。そのためその時の騒動を覚えていたオタク層の間に江口拓也が暴力団関係者と一緒に商売をしようとしているとの動揺が走ることになってしまったようですね。ネットユーザーたちが調査した結果、公式サイトに記載されている事務所の住所についても闇金やデートクラブなど闇社会の業者が入居するビル内にあることが判明しています。また公式サイトに記載されていた電話番号が宮脇舞子さんの経営するネイルサロンと同じものであったことまで発覚するなど、江口拓也さんに対する疑惑は深まるばかりだったようですね。ネットの疑惑追及の声を無視するわけにはいかなくなった江口拓也さんは2013年12月7日にブログを更新して、暴力団関係者とは一切関わっていないと弁明。さらには公式サイトの方でもサイト運営者は暴力団関係者ではないとの声明が発表されることになりました。実際のところ宮脇さんと親しくする声優関係者は江口拓也さん以外にも多く、経営するネイルサロンには平野綾さんが訪れているなど
業界内で顔が広いタイプではありました。そのため江口拓也さんも声優仲間から宮脇さんを紹介され、後藤組警察情報流出事件のことを知らずに交友を深めていたのかもしれませんね。江口拓也さんのペルソナ騒動に関しては、その後ペルソナが自然消滅したこともあり、ネット界隈でも話題がフェードアウトすることになりました。結局のところネットの騒動に便乗して周辺取材をする週刊誌などが存在しなかったため、江口拓也さんが白か黒だったのかは分からず自前だったようですね。とはいえペルソナ騒動後に江口拓也さんが声優界から干されることもなかったため、後藤忠政の愛人だった過去を持つ宮脇舞子さんでしたが、暴力団関係者ではないとの主張は本当だったのかもしれませんね。江口拓也さんは2015年11月になると今度はリベンジ被害に遭うことになります。リベンジ騒動の舞台となったのは匿名掲示板5チャンネルの声優個人版であり、女性の乳房を舐める江口拓也さんの画像などかなり過激な代物が投稿されることになりました。声優個人版にリベンジ画像を投下した人物については、当時江口拓也さんとの交際の噂があったグラビアアイドルが破局の腹いせにやったのではないかという話になっています。江口拓也さんのリベンジ騒動についてはやらおんなどの大手まとめブログが記事にして拡散したこともあり、この手の騒動にしては珍しく江口拓也さん本人がツイッターで直接否定しています。とはいえリベンジポルノ画像の男性が着ている T シャツが江口拓也さんが出演していたアニメイクシオンサーガ DT の限定グッズだったほか、花横のほくろが一致しているなど特徴があるため、江口拓也さん本人である可能性は高そうです。リベンジポルノ写真を投下した元カノ塚本舞さんの他にも江口拓也さんには熱愛の噂があったようです。江口拓也さんには魔法少女まどかマギカのカノメまどか役などで知られている人気声優の結城葵さんと交際しているのではないかとの噂が流れたこともありました。二人の間に熱愛説が流れた原因については、ゲームという共通の趣味があったため普段から仲が良い遊び仲間だったことが大きかったようですね。とはいえお似合いの二人が付き合っていたら素敵だなといった声優ファンの願望により生まれた熱愛説だったようで、実際に交際していた可能性は低いという話になっています。江口拓也さんには2019年になるとガールズバンドサイレントサイレンのボーカル&ギターを担当している吉田香織さんとの熱愛騒動が浮上したこともありました。二人の間に熱愛説が浮上した理由については、以前よりサイレントサイレンのファンを公言していた江口拓也さんのインスタグラムに吉田さんがコメントを残したことがきっかけでした。その後吉田さんが茨城県内にある筑波山神社に初詣に出かけたことをインスタグラムで報告したところ、同時期に江口拓也さんも実家に帰省していたため、江口拓也さんのファンの一部が交際におわせだと激怒する事態へと陥ってしまったようですね。江口拓也さんのファンから予期せぬクレームを受けた吉田さんは慌てて初詣画像を削除したものの、怒りが収まらない人間たちから罵詈雑言の嵐が続くこととなります。そのため吉田さんがインスタグラムのストーリー機能を使って騒動の釈明をする羽目になり、交際の噂を否定することになりました。自分のファンのせいで吉田さんがとばっちりを受けたことを知った江口拓也さんはブログを更新してファンに苦言を呈したりもしていましたが、アイドル的人気を誇る男性有名人特有のトラブルに直面したといえます。江口拓也さんは2013年頃に声優の矢作さゆりさんとの結婚説が浮上したことがありました。二人の間に結婚説が浮上した理由については、矢作、さくらのちょっとお時間よろしいですかという簡易動画付きラジオ番組の企画が原因でした。同番組の矢作さゆりにプロポーズをしてみた江口拓也編に出演した江口拓也さんでしたが、ネット上で大受けすることとなり、検索関連ワードに結婚相手矢作さゆりが出現する状態がしばらく続いてしまったようですね。そのため事情を知らない声優ファンの間に江口拓也さんと矢作さんが結婚したと勘違いする人間が続出することになりました。ちなみに2人が実際に
交際していた事実などはもちろんなく、矢作さんは2015年1月になると一般男性と結婚しています。様々な熱愛疑惑がささやかれた江口拓也さんですが、梅原雄一郎さんや遠藤ゆりかさんとの同性疑惑が報じられたこともあります。小太郎と雄一郎ひょろっと男子や、江口拓也さんと西山小太郎さんがパーソナリティを務める禁断シリラジオ内のトークで、2017年頃に西山小太郎さんが江口拓也さんの家に1ヶ月間住み込んでいたことが発覚したのです。引っ越しの契約ミスで住むところのなくなった西山小太郎さんが江口拓也さんに相談したところ、江口拓也さんは心よく同居を申し入れたのだとか。ひょろっと男子内では、西山小太郎さんが以前からお話ししていました報告なんですけど、私、西山小太郎は同事務所の先輩江口拓也さんと同棲することをご報告します。この件に関してたくさんの方に心配をおかけしましたと報告するというエピソードが大きな話題となりました。続いて、江口拓也さんと遠藤ゆりかさんが週刊誌で同棲してると取り上げられたのは2020年のこと。週刊誌の内容は、江口拓也さんのマンションから遠藤ゆりかさんが犬の散歩のために出てきた。江口拓也さんと遠藤ゆりかさんが一緒に犬の散歩をしているところを目撃した人がいる。江口拓也さんと遠藤ゆりかさんはすでに入籍済みとの情報があるといったものでした。週刊誌が直接遠藤ゆりかさんに直撃取材した際、遠藤ゆりかさんからは、ああ結婚してるわけではないですという答えが返ってきたとのこと。遠藤ゆりかさんは声優として人気絶頂期の中、体調不良を理由に2018年に声優を辞め、2年後に江口拓也さんのマンションから出てきたところを目撃されているので、江口拓也さんと結婚してるんじゃないかとなったようです。しかし江口拓也さんと遠藤ゆりかさんが一緒に写っている写真はありませんでしたし、入籍しているという確かな情報もありませんでした。そして江口拓也さんは遠藤ゆりかさんとの結婚を自身のブログで否定しています。しかし同棲については否定も肯定もしていなかったようです。いかがだったでしょうか。今回紹介した江口拓也さんに関する生い立ちや暴力団との関わりから、歴代彼女や同棲疑惑についての話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。